はい、皆さんこんにちは、もち TV です。今回もイニングルームアプリ2018やっていきたいと思います。ということで今回はですね、なんとなんと、まあドータマガチャね、今結構多分皆さんね、貯められてる方多いと思うんですが、まあもち TV の方でも、クライフワーカー100連しましたが、なんとなんともう一個のアカウントの方、ロナウジーニョのアカウントの方なんですけど、全部150個、すごい。まああのこの間、要は先週 100個だったから、うん、まあ今週まで、まあ、やれば、まあ、150個ぐらいは別に頑張んなくても、はい、結構ね、サボった時期もあった、うん、土日とか丸々やってなかったかもしれない、うん、本当に一回もやってなかったと思う、サボって、それでちょっとまたやってみたいな感じで150個貯めたんで、まあ無理なく今後やったら、はい、うん、10日前後ぐらいで貯められるかなっていうのはありますね。ということで引いていきます。150個で何が出るか、はい、いきます。はい、音がな、聞こえるかな、こっちじゃない、音入ってる、あ、聞こえるわ、いきなり、あー、もうドーはもう、まあドーはね、もうしょうがないんで、まあただ選手だけね、どうしよう、イタリア銀だけでいいと思うよ、銀だけ見て、国籍だけ見て、ドーはもう全部取れなくていい、もうしょうがないですね、長くなっちゃうんで多すぎるからね、うん、まあでもこれね、来なくてもね、もう一回また貯めるか別にどうでもいいんだけど、優秀な選手おるからね、それだけ見よう、さあ、ビチーノ、おい、ちょっと待って、予兆ビチーニョ予兆か、これ予兆だよ、ビチーニョ予兆なんだよな、俺らの中で勝手に言ってるだけだけど、はい、これ入れときましょうか。まあ銀の選手の国籍だけ見て、うん、いいかな、まあいい選手だけは、ビチーニョ予兆みたいな、おい、あ、バリー、バリー頼む、あ、バランかね、バランディフェンスラインが、おー、え、ジョークソース、この番がちょっとね、俺ね、でもディフェンスラインがどうしてもやっぱりね、メンツ見た時にちょっと欲しいというか、黒とかでもボアテングとか欲しい感じだから。待った。え、これさ、でも一応国籍もさ、貯めれんじゃね？だからあの、こちさんはちょっときついかもしれないけど、星2までやればさ、50コインはもらえるよ。ああ、まあそうだね。やっていけば。多分いけるとは思うんだけど。ロナウド。トムリース。あ、これはね、稲田っぽいね。はい。取ってきますか？取っといた方がいいですね。一応ね、枠があるんだったら取っといた方がいいですね。そうですね、まあこれ150年何が起こるか分かんない、はい、おうん、おい、金多くない、ちょうで、バラン頼む、バランさん、フィル・ジョーンズが取る、そういうの多いな、それ大きい人多い、これね持ってたと思う、多分、あ、うん、まあ一応入れてきますけど、イングランドいけんじゃね、イングランドはいけると思う、イングランドとかブラジルとかはね結構いけると思うんだけど、おちょ、金多いよ、これ黒があれのパターンじゃん、え、ああ、ゴンサロ・ロドリゲスか。でも結構いいんじゃないかな。ちょ、待って、センターバックめっちゃ来てんの、今、お気づき?3連チャンぐらい今、センター。ああ、でも。センターバック来てるな。まあいいや、これも取っときましょう。まあいいんじゃない、今、アルゼンチン、今だっけ、ちょっと金来すぎだよ。何来てんだろう。金来たまり。おー、まあ。どうはもうしょうがない。さすがに、150個回すのって結構大変なんだよね。80ぐらいからね、確実に飽きが来る。そう。なんかコメントも飽きてんじゃねえかって、飽きるんだよね疲れてね、はい、一応満タンだったら、うん、出したらいい、横、カムバックして、カムバック、あー、あー、惜しい、そういうのキーペ、ブラジルは結構いるんだ よ、 いるよね、もう本当に結構、だってそれこそロナウジーニョアカウントだから、うん、もう本当にいる、コーチーニョとかもいるし、ブラジルもいいね、こい、いやー、これ11年目だね、ちなみに、はい、まあ、最初の方にこの前来たからね、うん、まあ、後の方かもしれない、そうそういう場合もあるから、後の祭りある、うん、金多いぞ、金が多いよ、バランか、バラン頼め、バランでいいから、 GK 金が多いのはあまりよろしくないと俺は思ってるからね、兆候としては、ね、うん、そのあ、セイヤいや、まあね、ロナウド飽きねえじゃん、もう、さあ行きましょう、まあ、中盤らへんで出てくれると俺的にはありがたいかな、まあ、どうはね、もうさすがに保持はできないですね、ロナウド見て、ロナウドライダーね、欲しい、ライダーなったら最高だなと思うんだけど、ロナウドもうんね、ロナウド欲しいわ、いやー、ネイマールロナウドとかしたら本当にこんな感じで強くないよね、うん、まあ、ボタンでもいいな、そうだ、シビだね、欲しい、あ、金だ、多いぞ、金が、ナチョ頼む、バラン CB 強いよ、まあ、ちょっと後半がね、金のセンターバックすごい来るぞ、ちょっと後半が低いけれども、後半低いの抜きにしたらマジで金でちょっと、ちょっと待って、なんでさ、センターバック来るとバラン、まあ、トップレアみたいなこと、いや、まあ、でも、俺の願いが今通じてるかもしんない、は
黒の瞬間が楽しみ。いやあんまり分かんないけどね、黒黒来ないか。俺でもバランだったらそれでいいわ、もう、バランだったら来なくていいよ、黒両面。いや、バーディーとか押してみ。だって別にだよ、来ちゃう。ラビオ、おぉ、うん、ラビオまあいいでしょう。結構いいよ、うん、普通に中盤としては俺暗い赤で使ってるけど、マジで使いやすい、うん、ラビオはいいでしょう、これね。ラビオがさ、フランス代表にね、うん、ラビオはいいでしょう、近代も近率がやっぱ結構、これは今回多いのかな、うん、はい。これなんかもう一回来た。横にずれてくれ頼む。ああ、まあでもこれであっちゅう、うーん、イタリアっぽいね。まあ入れておきましょう、金です。6じゃん。まあね、金はよく来るんだけど。いや、センターバックめっちゃ来てるねめっちゃセンターバック祈ってたら、センターバックめっちゃ来るようになった。お、あー、さあ、トレーナーにじゃんじゃんいきます。さあ、まあこれでね、150で引いてるものときたらマジすげえかな。でも1回は150だったら結構1個は黒、うん、まあ望んでもいいんじゃないかなみたいな感じはしますけどね。なかなかに、ああゼロ、よかった、カムバック、カムバックプリーズ。おお、でもなんか予感がね、こう出てきたね匂いがしてきたぞお前。今これ徐々に徐々にこうなんか近づいてきて、黒がねちょこ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 スペイン取っとこありますよ今。さあラスト2回、これで50連です。はい、さあどうやさん確定とかないの。そうそうそう、確定がビチーニョなんだよ。ビチーニョ本当に最初ビチーニョ来ちゃったから、ね、うん。さあこれで50連どう。さあちょっとこれで1回ボックス整理しましょう。はい、さあということでおもちゃ TV に行きます。まあこれはね、50連ちょっと引いてもらって、うん、あとはもう最後ラスト50連引いていくと。そうだね、もう結構50回引くの大変なんだよね。いやー10連機能ついてほしいけどね。そうだね、なんかさあ、あ、金バラン、バラン、あー、これ当たりじゃん。結構強いよ、これ当たりじゃん、うん、ラミレス結構強いよ、これは。あ、これ当たりですね、普通に、うん、ここの前の数値高くて、この後ろの数値も高いんだよね。普通にね、俺はね、オンチャレとかよく使う。うん、これ嬉しいわ。そうだしね、まあ、スキルはないけど、うん、強いよ。これは嬉しいですね、うん、まあ、ゴレツカとか、うん、ケイタとか、まあ、あの辺とか。あ、まただ、ちょっと待って、またかい。あー、ルディDMF がどんどん上がってきたぞ。 CB からドイツ入れときましょう。 CB からどんどん上がってきたですね、上に上に、うん。打ち抜いていくように金、はい、ああ道路、まあ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 結構優秀だよ、はい、優秀ですよねこれ、うん、結構優秀、うん、ちょっと金3体ぐらい来たか。そうだね、ラミレスと結構優秀な選手来てるよ。
3体来たよね、うん、スモーリングもまあ悪くないしね、うん、能力的にはスモーリングなんてさもう本当に公安だけだからダメなのってそれ以外だったらマジ強いよそこを信じるしかないの公安の部分はこれが3回見えたか今半分そうだ、ね、ちょうど100連ぐらいやっててさあピッシーニいやずれてよこれがずれないんですよね横に戻るさあ金はいここでデンベレああこれあれか金の当たり選手パターンで終わりのやつ結構多いな金の当たり選手で終わりのパターンのやつかもしれんこれ多いねこれで100だねそう100ビチーニョかそんなことなかったあ、金だバラン頼むバランバラン頼むバランバラン CB が来るCB がめっちゃ来るエリピまあ、ということで一回ちょっと100連引いたので、うん、ボックス整理していきましょうはいさあ、こっからよ50食べてよかったそうよこっからなんだからまあでもね、これからも食べていくんでねそう俺どれいつからしてやるっていう気持ちでやってますからまださあばかりさあどうなるか150連さすがにいって黒は見たいなまあねなかなか150連して黒出ないとなると厳しいものがあるよね、うん、さあどうですどうの海これはいいですね、まあ、当たりの銀ですよちょこちょこ来てるねほら87、89これはいいいやだからね金とか銀でラミレス全部ラマシーはまあそうだもんめちゃめちゃ増えて大変じゃないからねすごいいいああ銀かいあ名前長いガルシアカルネロあ、頼むバランよいしょおカラスコ結構いい選手来てるなでも結構ね、ここ激戦区ようちはうちのスカットはね、結構いいよあ、強い強いな強いよワンパ持って強いないい選手だ金の、金マッシュだ優秀な選手多いね金のあれで終わりだってことおめえはとおめえは金のあれで終わりだとマジですかお前
金って。いやー、結構いい金出ちゃってるなー。そうなんだよね。だって確かに、だって向こうのなんか黒がいっぱい出たやつってそんなに金はあんまり、そう、金はね、あんまりって、来たは来たけど、ここまでデンベルとかラミレスとかヤニックカラスコとかは来てなかったかな。さあ、あーあーあー来た、ついに来た、なになに、待て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 、あーかぶったーかぶってもたー、います。カジホン。います。新しくした方がいい。思ってます。結構強い。結構強いんだよね。強い。俺は大好きですね。うん、強いからいいんだけど、新しい選手欲しかったな。まあ、来ましたね。まあ、来たね。うん、まあ、150、さすがに150すれば、うん、まあまあ来たか。まあ、でも一応、入れときます。あの、前のやつをトレーナーにしたいんで。いや、これで来たね。ちょっと待ってよ、お前、流れ。こっからもうケチャドバだよ。ケチャドバ、うん、ケチャドバでいいの。うん、おかしないか、かぶらせるかね。かぶりきたとは言いたくなかったね、さすがに。まあでも、まあ俺カジホン使ってるから、まあまあ、じゃあ35になるからね、うん、長っ。どうの運によ。被るんかい。ちょっと、とつってんじゃん。とつる気はない。さすがに。まあでもいいや。うん、いいですよ、いいですよ。でもスモーキングさ、公演読んだけど、そんなになんかさ。いや、使ってみなきゃわかんないでしょ。いや、俺使ったことあるんだけど、結構、うん。そんななんか真下に向くみたいなのは。なんか別にすごい。いいよ、真下でも、真下でも使うわ、俺が。マジですげえ踏ん張ってるね。押しても動かない、動かないもん。マジで家庭は。もう動かないあれ。びっくりしちゃった俺も。家庭だ。こんな家庭やついるんだなと思って。いやーあれはね。セネガルのディフェンダー、セネガルのディフェンダー。そう、あれは動かないよ。大迫気をつけろ本当に。うん、さあ、はい。さあ、ラスト、ラスト11、ウィニングイレブン。ここで、はい、うん、なかなか来ないですね。キュウリ、まあ1個は来てるんだけどね、うん、できればやっぱ望みはもう1個ぐらいだよね、うん、来てほしいなっていうのはあるけど。さあ9、まあ、前回めっちゃ来てるアカウントもあったけど、こうやってね、つつましいアカウントもある。そうだね、はい。あ、頼む、バランさん、お願いします。よいしょ。さあ、ラスト8行きましょう、残り8。泣いてももらっても、はい。さあ、黒が颯爽と進んでいく。なんだね。CR7 来い、残り7の時に。はい。なかなか
厳しかったな、この150で。まあでも来たっちゃ来たけど、まあでももうちょい来てもいいよかったのかなって、結構これよりはいいよっていう人は。おっ、東口、迷わず出るのかな、東口も。もう川島ね、ちょっとどうした、まあ、でもイエローもらっちゃってるしね。あ、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 よ、今横に横のやつだったけど、まあ何もなかった。まあ動かないよね。最後の横のタイムだったな、今。せ、4、はい、ゲルトだ。これ勝てるわ。勝てる、このガチャ。この俺の銅ガチャは硬かったのか。いやー、まあでも1個来てるからね、多分1個がそれが多分どうなったかっていうあれだったからね。まあ、俺の前かぶっちゃったからちょっとあれだったけど、はい、ラスト梶山だけで終わんのか。さあ、梶山デンベレもいるわ。一応ね、ラミレスは良かったと思う、さすがに。いやー、どうです。どうあり、横の金でも引いてみるわ、一回。引いてみるか、これ。うん、二回。シルバー引いてみるわ。うん。恐ろしいもんな。うん、これ出てても何の意味もねえけどな。ルーカス・リーマン。今日家庭か。今日家庭費。今日家庭かもな。家庭費があんのかもしんねえ。うん。はい、これでグリーズマン出たからね、俺は。ああ、まあね。うん。これいいんだよな。うん、欲しねってことも大事かもな。うん、あんまり欲しずに、まあ、出りゃいいっしょみたいな。なるほど。これででもすごいいい選手いる。ペロッティか。いや、まあいい選手だけど、最後の最後でこれやってんねんで。うん、いや、ペロッティいい選手だけど、うん、もうなんかね、もう一声なんだよ。全体的にもう一声だよね。おお、いや、お前でけえわこれ、戻れ。お前のでっかいでびっくりしちゃったよ、お前。ラフィーニャ来ちゃったじゃん、お前。持ってるわ、お前、ラフィーニャはもう。いや、今来たと思った、黒が。そうじゃねえわ、お前。人のアカウントでドエレー声出してさ、お前。いやー、今来たと思っちゃった。いや、でけえんだよ。いや、マジでも来たと思っちゃったよ。何度も人が回してる時に、お前、横で、お前。人のアカウントの時に、お前。いや、でけえんだわ、お前。まあ、といった感じで、今回ブロンズ150連、はい、回してきて35連目かな、まあ、カジホンが来たということで。135連目ね。135連目か。うん。まあでも、その他に多分ラミレス、まあ、デンベレス・モーリング、結構来たから、まあダブッと質問に。まあ、フェレイラ・カラスコとか。そう、まあ、もう一声の場面であったけど、でもね、別に苦労したかと言われれば、そうだね。別に苦で貯めてたわけでもないんで、まあ、これが、あの10日くらい経つとこれぐらい弾けるよっていうのはう、ね、やっぱ非常にね、いいかなと思うんで、まあ諦めずに、ね、あのまだワールドカップ期間あるんでね、こう貯めてって、そうですよ、まあ、なん言うて、まあ、100連以上ちょっといっちゃったけど、135連までいっちゃったけど、苦労がやっぱ出たんでね、そうそうそう、あのまた信じて、ちょっと貯めていこうかなと思います。はい、ということで参りましょう。さあ、ボール。